ジュースジュースの宮本かりんです。モーニング娘。の福村瑞希です。失礼します。ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。負けてれる、ね、赤いニットが一緒だった、はい、そうだね、ちょっと若干かぶった感じ、若干いい感じにお揃いの感じで、はい、どうされたんですか。はい、今日は、うん、みずきちゃんと対談させてもらいたいなって思って、はい、お願いして、はい、大変な笑ってるんですけど、はい、あの、みずきさんには聞きたいことがいっぱいあって、うん、まずハロプロ X の時から一緒だったから、うん、その、なんですかね、あの、いろいろ聞こうっていうふうに思ったんですけど、うん、まあ、いろいろ質問を用意してきたので、お、はい、はい、お話ししたいと思います。ぜひぜひ、はい、まずは、うん、どうしたらそのセクシーになれるのかなって、そこですか。そう、まずもうみずきちゃんを見たらすぐに思うんですけど、うん、毎回、うん、おはようございますって来る姿がめっちゃセクシー。そこから、そう、みずきちゃんわーってなるんですよ。なんだ、そう、わかんない。でもなんかさ、あの、みずきよくそういう風に言われるんですよ。こうなんか、うん、パフォーマンスとかしてたりするとこうよく言われる言葉がそれなんですけど、でも、はい、なんかかりんはなんだろうな、なんかみずきが思うにこういつも見てて、あ、なんかいろんな表情してるなってなんか普段は可愛いし、でも踊ったりするとすごいかっこよかったりとか、なんかいろんな表情を持っててすごいなっていう風に、あー恥ずかしい。じゃあみずきちゃんのヘルプミーの最初のなんだっけ、このまま私をテレビにしてお声かけとなった時に、あの、もう初めて聞いた時にもうあれです、もうバーってなりました。そうなの。でもなんか、なんだろうね、でみずきは逆にかりんが羨ましいなって思う。そうやってこういろんな表情できるのがすごいいいなって思って、こう自分はなんだろう、やっぱそういう風に目標としてるけど、そのいろんな表情を作っていきたいっていうのがあるけど、でもなんかさ、こうやろうと思っても難しいっていうのかな、なんかできてるかなって不思議に、不安に思う。でもみずきちゃん の、うん、の私は結構オープニングアクトで、うん、モーニング娘。さんツアーに最初の方は ついて行かせてもらってて、うん、すごい、あ、みずきちゃんの笑顔素敵だなとか、そう、なんか寂しい表情もすごい素敵だなとかすごい思ってました、うん、でもなんかさ、ジュースジュースってさ、セクシー路線なのかな。あー、なんか本当に今回のセカンドシングルの意地悪しないで抱きしめてよ、本当にセクシーで、うん、でもみずきちゃんにお願い歌ってほしい、本当に。いやでもあそこすごいいいなと思った、ミュージックビデオ見た時に、ね、でもすごい難しくて、裏声で、うん、もうしょっちゅう失敗しまくっちゃって、でも頑張ってます、うん、ね、でもあれだよね、最年少だよね。そうなんです。でもなんか、それを感じないくらいな、なんていうの、大人っぽさが出てるなって時間思った。本当ですか、うん、いやー、すごいな。でも本当にもう上村くりちゃんも、うん、なんか本当に大人っぽくて、あ、確かにね、そう、うん、で私だけめっちゃ子供みたいになっちゃって、うん、背も自分低くて、うん、なんかガクンって低いから、あ、でもそう言われてみると結構確かに大人っぽい人たちが多いよね、上村くりちゃんも、かなとも、うん、そうなんですよ。え、かなとも見て何歳？ 18 かな、そっか、高3、そっか、そう、ね、どうなんだろうね。うん、本当です。でもみずきちゃんもドルドルっぽいですよね。なんかでも逆になんだろう、なんか大人っぽいとか言われるけど、うん、なんていうの、子供っぽいとかそういう感じのこと言われたことがないから、あ、だから逆に羨ましいなって思う。そうなんだ、うん、なんかないものねだりなんですね。そうだよね。やっぱりそうなんだな、うん、ここからはそのハロプロエッグの時の話をしたいなっていうふうに思うんですけど、うん、ハロプロエッグの時は結構こういろいろ仲良くしてもらってたけど、うん、なんか多分私みんなによく言われるんですけど、うん、
変わったよねって言われるんですよ、うんうんうん、なんかその小さい時と今変わったよねって言われるんですけど、うん、なんかどういうところが変わったのかなって思って、なんだろうね、うんとね、でも変わったよ、そうなんだ、なんかなんだろうな、やっぱ可愛い、なんていうの、可愛いかりんだったの。でも今は可愛いだけじゃなくていろんなかりんが見れるっていうか、あ、なんかやっぱりそのデビューとかさしたくて必死に頑張るじゃん。でこう自分がなんだろう、バックダンサーとかしててもどの位置にいても絶対一番目立ちたいって思ってたでしょ。思ってた。みずきもそういう風に思ってたから、だからこうみんなさやっぱダンスが激しくなっちゃったりとか、ダイナミックすぎちゃったりとかしたことも、多分みんな絶対そこは壁にぶつかると思うんだけど、なんかそういうかりんを見てて、そういうかりんもね大好きだったんだけど、でも今はすごいなんか見せ方っていうのがなんか綺麗だなって思って、いやあとなんか性格がねすごい穏やかになったなって思う。なんていうのかな、なんか柔らかくなったっていうのかな。あーでも昔は本当に迷惑かけたの。いやいや全然全然本当に、あのなんだろう、私は結構竹内あかりちゃんと一緒に、マイネージの竹内あかりちゃんと一緒に結構セットでいろいろやらせてもらうことがあって、であのそういう時とかはその一緒にいるけど、やっぱりみずきちゃんニースのたけちゃんは結構私がたけちゃんを悩ませてたなって思ってて、そうなんですよ、だからそういう時もなんかこうみずきちゃんがいなかったらどうなっちゃったんだろうって思って、そうあの意外に私みずきちゃんが大好きで、あの仲良くしたかったんだけど、あの大人気だったんですよね、みずきちゃんが。なんでそれ大人気だったんです。何それ。そう、あの竹内あかりちゃんも、そのみずきちゃん、みずきちゃんっていう感じで、でその同期の金子理恵ちゃんも、そのみずきちゃん、みずきちゃんってなってたし、そのみんながこうみずきちゃんって言ってるから、かりんも行きたいけどもういいやみたいになっちゃって、そうなんか子供心にそうなったのを覚えてて、そうなんです。だから今こうして対談できていることとか、なんか幸せすぎて。てか初めてだよね、こういう風に一緒にいるのに。話すっていうか、そのお仕事自体、そうなんですよ、そう2人だけっていうのが、そう私がメジャーデビューさせてもらってから初めてで、ね、本当に幸せなんですよ。いや嬉しいよ、アンケートに書いてくれて。そうなんですよ、話したくて、うん、でもこうなんだろう、みずきちゃんは本当に素敵っていうか、こうハロプロエッグの星っていうか、何それですか。一番最初にこうメジャーデビューというか、こうモーニング娘さんにこう加入して、こうあ私もああいう風になりたいってみんな思って頑張った、こう第一人者みたいな感じなんですよ、みんなの中では。でもなんだろう、やっぱさ、その自分がデビューしたからにはさ、やっぱハロプロエッグ出身だからってすごい言われてきたわけよ、時期。こうやっぱ初めての春ツアーとかも全然こうやっぱり自分の中では同期4人いて、やっぱ福村はハロプロエッグに入ってただけあって違うよねっていう風にやっぱり言われたかったっていうのはあったんだけど、でもやっぱりすっごいしんどくて、ダンスとか覚えなきゃいけないことたくさんあって、なんかなんだろう、福村はエッグ出身だったのなんでこんなできないのって逆にそうやって言われることがあって、なんか自分が失敗したら他のみんながデビューできなくなっちゃうかもしれないっていうのをすっごい考えたのね。そうだからなんだろう、自分がちゃんとしないとってずっと思ってて、だからなんだろう、今もそのハロプロ研修生の中にはこうみずきとその活動が期間がかぶってた子は少ないけど、でもなんか一人でも多くデビューしてそのハロプロ研修生っていうのがなくなってほしいの、もうみんながデビューして、だからなんかみずきたち頑張らないとなと思って。うわ、みずきちゃんがいなかったら、なんか、ああ、涙が出てきちゃったよ。ね、はい、みずきちゃんがいなかったら、なんか、ジュースジュースもなかったし、そんなことないよ。そう、そう思った、今すごい聞いてて思って、なんか、ジュースジュースができたのも、やっぱりこう、
そのハロプロエッグの先輩たちがいたからなんだなって今思って、なんか感動しちゃった。かりん、かりんはあれだよ、もっと自信持った方がいいと思う。なんかかりん本当すごいから、なんだろう、なんかさ、いつもなんかこう尊敬してますっていう風にこう言ってくれたりとかするのすっごい嬉しいけど、逆だよ本当に。いやー、そんなことない本当にね、みずきちゃんもね、まあ、なんかかりんの中で。すごい本当にお姉ちゃんになってほしくて、そうかりん一人っ子だから、うん、なんかお姉ちゃんがいないから、お姉ちゃんも妹もいないから、うんうん、なんかあー本当にお姉ちゃんになってほしいって思うのはみずきちゃんだな。そうなの、嬉しい、うん、ハロープロジェクトが大好きっていつも言ってるけど、うん、私もこう桃地先輩は大好きなんだけど、うん、その流れに合わせてその桃地先輩をなんかこうあんまりこう好きですって言えない状況に置かれちゃう時が多くて、うん、でもなんか、うん、水木ちゃんはちゃんと貫いてるからすごいなって思って、うん、そうなんかでも一時期悩んだことがあって、うん、あのモーニング娘。なのにっていう風にファンの方によく言われたりとかしたの、うん、それでなんかもちろんモーニング娘。も大好きだったけど、でも嗣永さんもすっごい大好きで、うん、だからなんか好きって言っちゃいけないのかなって、あーそう、なんか嗣永さんの立場的にも好きって言われるよりもこうなんていうの、あー苦手みたいな風にこう言った方がさいいっていうのがあったじゃん。だからなんかこう一時期悩んだ時もあったけど、でもなんか自分じゃん決めるのは、だからそこは嘘ついていけないし、なんかその、うん、なんだろう、みずきがねそのデビューした時、つぐさんに福村って呼ばれた時に、つぐながさんがね立って拍手して喜んでくれたの、それがちょうど見えてすっごく嬉しくてね、うん、てかベリーズ工房さんみんなわーって言ってくれて、それがすごい印象的だったから、これは絶対言ってかないとなってなんか思ったっていうか、うん、やっぱ自分の好きなことは好きって言っていきたいなってでもなんかさハロプロ好きって言いすぎて、うん、なんだろう、なんか自分がさハロプロメンバーなのにってなるじゃんやっぱりだから今は好きって気持ちもあるけど、好きってことあんまり言わずに、なんだろう、なんかまあつい出ちゃったりとかブログに書いちゃったりとかあるけどなんだろう、なんか自分がやっぱこう作っていく存在になりたいなって思って、うん、あーすごい素晴らしいですね本当にすごいな、けどなんかこんな感じでいいのかな、うん、多分こんな感じで真面目な対談みたいな、真面目なですねはい、そうなんです。でも私も、うん、その憧れてる先輩がいっぱいいて、うん、なんか新垣梨沙さんが好きですとか、うん、憧れですって言ってるけど、やっぱりこう自分たちが見られてる存在っていうのもあって、うん、自分たちを好きになってもらわなきゃいけないから、うん、なんか好き好きだけどもダメなんだなって思うと、そうそうそう、ね、どうしたらいいんだろうって。だって新垣さんと私違うから、うん、新垣さんをリスペクトしたいって思ってもリスペクトできないわけね、うん、だからそのなんか悩ましいなって思います。結構辛いよね辛いです、悩ましいです。あとメジャーデビューしてから、うん、あのモーニング娘さんに加入してからなんか一番悩んだことってありますか？モーニング娘に加入して、同期との接し方かな。なんか最初、なんだろうな、本当に一番最初初対面の時に、あの鞘師里保ちゃんと鈴木香音ちゃんがなんかハロプロエッグにいたからなんか先輩、なんか福村さんと呼びますって言われたの。でやめてって言ったの、まあ、エリポンはみずきって普通に言ってきたエリポンらしいエリポンらしい。でもなんかそう言われた時に、まあ、なんかみずきもしかしたら3人と1人になっちゃうのかなって思ったの。でこうモーニング娘。に決まってからなんかもうその週の間になんか撮影があって、うん、あの全員での、うん、でその時もやっぱり若干自分が1人でいる気がして、あなんか別に一人が寂しいとか、まあ、もうそれもあったかもしれないんだけど、うん、なんか大丈夫かなってすごい心配だった時に、うん、三井愛花さんがなんか、うん、話しかけて
くださって、うん、なんかそれがすごい自分の心の支えになったなって思ったから、うん、なんか、まあ、一番最初に悩んだっていうのかな、うん、まあ、そこかなって、うん、そうか。でも今は全然もう、あ、そうですね、うん、仲良しな感じがします。でもなんかこう同期ってさすごい大事じゃん。うん、そうなんですよね。そうそうそう、だからなんだろう、同期愛とかも大切にしていきたいけど、でも今こう10期11期って入ってきて小田さくらちゃんとか一人じゃない。だからなんかそれがこういい感じに砕けていったらなと思う。あ、こう同期愛同期愛って固まらずに、やっぱモーニング娘。そうね、でこうみんなで仲良くっていうか、なんかみんなのこともっと分かっていけたらなって思うけど。好きな、こう何ですかね、ジュースジュースはおしゃれが結構、うん、テーマっていうか、おしゃれにこう私服な衣装を着させてもらって、うん、こうすごいアクセサリーとかいろいろあるけど、みずきちゃん その私服のこだわりって何かあるかなって。私服のこだわりは、うん、なんかお店とか行くとさ、流行りのものばっかり売ってるじゃん、どの階行っても同じようなブラスとかさ、蛍光のなんちゃらみたいな、でもそういうのにあんまり興味がいかないっていうか、あ、自分の好きな服買うから、だからこういつも見つけるのが、なんだろう、なんか棚に畳んで置いてあるやつとか、あ、そう、なんかこうマネキンが着てないやつ、あ、そっちに行きがちかなって思って、あ、うん、なんかなんだろうな、最近は結構いろんなジャンル着るようになって、うん、前まではねワンピースとかばっかりだったの。確かに、すごいワンピースばっかりだったでしょ、うん、でなんか、まあ、でも常に暗い色なのはあんまり変わってないけど黒とか何白とか灰色とか、うん、そういうのは、まあ、多分自分の好みがそうなのかなって思うんだけど、うん、でもなんか最近はモーニング娘。入ってからなんかラフな格好するようになったっていうか、あ、なんか本当にパーカーと、ショートパンツみたいな、うん、そういうのがなんか多くなったっていうか、そういうのも着るようになったんだけど、なんか若干ずれてるところがあって、うん、例えばなんかブログとかで今日の私服ですって言って、このズボン道重さんにもらったんですって言って、ズボンって言い方おかしくないみたいな、あー、そっか、ショーパンでしょ今時はみたいなさ、あ、そういうのあるじゃん、なんか、うん、何、なんか名前わかんないけどさ、トップスとかさ、アウターとかなんかいろんな言い方があるじゃん、ありますね、それが全然わかんない。あ、わかんない私もなんか、え、これニットなんとかみたいな、そうそうそう、よくわかんないこと言われて、なんか、うん、なんとかなんとかがいいよねみたいなコメントによくわかんない単語出てきて、うん、そうそうそう、そうで最近ボルドーっていう色覚えて、なんか、うん、ボルドーっていう色があるみたいで、私こういうのは多分ボルドーじゃないと思うんだけど、うん、赤になんか深い赤みたいな、ワイネットみたいな、みずきちゃんのも軽くボルドーみたいな感じだと思うんだけど、うん、それはなんかゆかちゃんがあのね、この帽子ボルドー色なのみたいな感じで、え、何言ってんの赤だよ赤と思って、そしたら、ね、そう、ボルドーって色だよって言われて、うん、あ、やばいなって思ってそう、なんかみずきも小学校のランドセルの色がね、ワインレッドだったの、うん、で、ワインレッドって言葉を知ってるから、とりあえずワインレッドは言いたくて、はい、だから知ってるような言葉をこうなんか並べちゃってるか、うん、そういうの多いかな。なんか間違ってる時あるんで、私とか、あれ違うこれみたいな、ね、でもなんかさ、ほんとジュースジュースってみんなおしゃれだなって思う。いやいやいや、でも私結構子供っぽい、うん、っていうか、なんか多分背が低いから、うん、ちょっと大きくなっちゃって、服が、うん、フリーサイズだとブカブカで、うん、ちょっと着れなくて、S サイズとか XS とかがないと着れないから、うん、で子供っぽいのしかなくて、結局なんかだってかりんのイメージさ、あれだもん、メゾピアノとか、そうそうそう、そんな感じだもん。そう、なんかこうね、なんかこうちっちゃいサイズの服しか着れないから、なんかあんまり可愛い服がなんかこう着れなくて、うん、なんか例えば千鳥柄とか、うん、なんか全然着れなくてみんなすごい着てるよね、ジュースジュースも。私千鳥柄唯一多分1個も持ってなくて、しかも持ってない。そう、多分私的にはもう身長が伸びない気がして、来年も着れるもの買いたいなって、うん、これとか多分来年も着てそうな感じなんだけど、ブカブカだもんね。そう、ちょっとでかいから、ちょっとでかいから着れそうだけど、なんか千鳥柄とかでトレンドだから、うん、やっぱり来年着てたら、それ去年流行ったやつだよって言われそうで、あれさ、なんだっけ、なんかさ、本の形した本の絵が描いてある、なんかさ、茶色とかなんか灰緑くらいのさ、なんか
バッグ。ああ、はいはいはい、あれをね、なんか三井さんとあのお出かけした時に、うん、なんかセールやってて買ったの。あ、みんなが持ってるやつだって思ってで買ったんだけど、それを買って帰ってきたらお母さんに、それこの前まで流行ってたやつだよってお母さんに言われて、嘘でしょ、超恥ずかしかったの。それ一回も使ってないもん。え、でも一回も使ってないんだ。うん、なんか恥ずかしくて使えなかった。あ、絶対言われちゃうんだなみたいな。私も結構トレンドから外れてて、みんなに、え、何その格好みたいな感じで言われるよね。まあ結構ショックなことも多い。可愛いけどね、でもこれ。ちょっとなんかちょっと外れてるっていうか、ジュースジュースの路線と違うよねみたいな、よく言われちゃう。でも確かになんかみんな黒っぽくて大人っぽくてってイメージがあるけど、かりんはやっぱりピンクとかそういうイメージ。着たいけど、でも徐々に徐々にこうかっこいいのもね、取り込んでいろんなの着ていけたらいいよね。じゃあみずきちゃんと私もね、あの一緒に鍋を食べたいなって思ってて、その私はこういろいろ出てくるコース料理とかよりも、そのみんなでわーって食べれるものが大好きで、でなんか鍋とかってこう順番があって、その野菜を最初に入れてとか、あとなんかその後にこう何を入れてみたいな、いろいろあって最後に締めがあってとか、そういうのが本当に鍋のいいところで、なんか話しながらいろいろこうできる、コミュニケーションが取れるのは鍋だなって思ったら、こうみずきちゃんと洋服とかいろいろ買った後に最後夜ご飯、鍋食べて、なんかバイバイってそういう一日を過ごしてみたいなって思ってます。あれだね、遊びに行ったことないよね、そういえば。そうなんですよ、なんか大人気だったから。そう、大人気じゃないか。そう、そっか、遊びに行ったことなかったね。なんか今度遊びに行こうよ。行こう、ね、行きたいです。行きたい。そこで鍋ね、鍋いいね。鍋行きたいです、一緒に。なんかいろんなことしたいな。遊園地とかでも一緒に遊びたいし、ね、お鍋もしたいし、いろんなことしていこう。これからどんどんね、いろいろ一緒にできることも増えればいいですね。ね。はい。じゃあ今日はモーニング娘。さんの福原瑞希さんと対談させてもらって本当に嬉しかったんですけど、またこうして対談ができるように頑張ります。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。